藤正です。今回ワンツーゴのディフェンス、こちらをやっていきたいと思います。ワンツーゴのディフェンスもいろいろあるんですけど、まず最初に覚えてほしいのはバックステップ。ワンツーを打った後バックステップします。その時にただ外すだけでガードもなしにバックステップをする。この状態だと一発目外せても2発3発と追撃があったときにどうなるかというと、ガードします。一発外せても来たらガードに回ります。ワンツーを打った後前手を少し前に出します。少し前に出すことによって相手のパンチの軌道を邪魔できます。そして上げる、この動作を入れるとガードも上がってきます。ワンツーを打って前手を上げるとしっかりガードも上がっているので、バックステップの後すぐ動ける、すぐ打てる体勢を取れます。中で外す方法もあるんですけど、ワンツーを打ってウィーディングをする、これは踏み込みすぎたとき、距離が近くなったときに使います。ただその距離というのは相手のパンチも当たる距離なので、ウィーディングをした後しっかり打ち返さないと、先に打たれるとディフェンスに回ってしまうことになります。まず最初に覚えるにあたってはバックステップで十分かと思います。ワンツーをしっかり長く打つ、長く打って前手を前に出す。前手を出すことによって相手の軌道を邪魔する。そしてガードもしっかり上がることになるので、バックステップの後すぐ動ける、すぐ打てる、そういった体勢、この体勢を取れると相手も不用意には打ってこれなくなるので、ガードがないと打ってきます。そしたらこちらがブロックに回って見栄えも悪くなります。打てる体勢を取ります。このディフェンスをまず最初に覚えてください。